スタートしましまた名生菩薩やや煽り加減後方からディアマン・ミノルアイアン・バローズ後方です先行争いはまだ横一線4番ブルーミングスカイ押し出されるように先頭かしかし後続も差を詰めてきて11番フィロロッソ14番サーストン・カイドウ18番コンデュクシオンも前その後十10番ダノン・セレスタなどが行きました1番フィリオ・アレグロは中段のインコース18頭が1コーナーをカーブします 11番フィロロッソが先頭に立ちました2番手が14番サーストンカイドウと4番ブルーミングスカイ並んでいます4番手、外18番コンドゥクシオンですがここは1段で10番ダノン・セレスタ3番オーソリティ直後15番フライライクバード16番プリマビスタが続いて2コーナーから向こう序面へと差し掛かります中段のインコースが 1>, 1番フィリオ・アレグロ、並んで6番レア・リザ・トゥール、17番ディアスティマ、3馬身、間が空いた中段やや後ろ、2番新田、7番バルコス、ここも並んでいます、後方グループ、12番名将菩薩、8番アピ・テソーロ、13番のロール・オブ・サンダーが続いています、ロール・オブ・サンダー後方からの競馬、あとは5番ディアマン・ミノルで、最高峰9番アイアン・バローズです。残り1200、前半の1200を1分12秒台で通過していきました。 先頭11番のフィロロッソです、リード1馬身、2番手から差を詰める14番サーストーンカイド、3コーナーのカーブに入って残り 1000m の標識、3番手、18番のコンデュクシオンです、その後四4番手が1段で、4番、ブルーミングスカイ、7番、バルコス、34コーナー中間、10番、ダノン・セレスタ、このグループに15番、フライライクバード、先頭との差は5馬身です。 4コーナーのカーブの手前あとは3番オーソリティ外16番のプリマビスタです1番フィリオ・アレグロは依然中断のインコース600を切って4コーナーカーブこれから直線コースへと向かってきますフィロロッソが先頭2番手からサーストンカイドを並びかけます3番手はニバシンサブルーミングスカイコンルクシオン外ムチが入ってバルコス400を切って坂を上ります 1>, 1番のフィリオ・アレグロは内から伸びてくる外は3番のオーソリティ1番外はフライライクバードとそして名将菩薩です横に広がっての追い比べ今度は内から1番のフィリオ・アレグロが抜けてくる真ん中は7番バルコスさらには3番のオーソリティさあ今度は3番のオーソリティか内は1番フィリオ・アレグロ間7番のバルコスバルコスかオーソリティオーソリティ先頭でゴ位3番オーソリティ7番バルコスこの2頭です